入校許可証で名前を確認して。ようこそリーベジュ学園へ、山田様。よしよし、大丈夫、きらびやかにできてる。次はご注文。噛んだ。ワンフレーズも言えずに噛んだ。白鷺さん、ワンフレーズも言えなかった。かわいい。重くそした噛んだよ。大丈夫よ姫、できるようになるまで何度も挑戦すればいいわ。この場合、分かったらさっさともう一度仕事してきなさいよ。そういうことだよね、大体分かってきたよ。あ、注文決まりました。あ、はい。セイロンティーください。はい。あら、姫の代わりにオーダーを伺ってくれたのね、ありがとう雨宮さん。それでいいの？かの子ほぼ喋ってないですけど。同じ1年生に負けてしまってるわよ。先にサロンに立っているあなたの方が慣れているはずなのに。いいじゃない、綾野コーチさん、2人ともよくやってくれてるわよ。橘様、雨宮さんはともかく姫はまるでできてませんわ。甘やかさないでください。そんな風に厳しいばかりじゃなく、甘やかしてもあげないと可愛い妹に逃げられちゃうんじゃないかしら。からかわないでください。姫は私の妹です。妹が成長するよう導くのが姉の役目ですわ。え、何、なんで私で揉め始めちゃったの、二人とも。お、姫ちゃん、できないのは私も同じだから、しょうがないから、だから私と一緒に球児の練習しよう。